1990年のヤクルトスワローズでは、1990年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、野村克也監督の1年目のシーズンである。1990年代のヤクルトモン時代の石を築いた関根純造監督の優退を受けて、アイディア球を標榜する野村克也が新監督に就任。 1978年の初優勝以降 B クラスに低迷するチームの体質改善のため野村新監督はア ID 野球をスローガンとしてチームの再建に着手。野村監督は関根前監督の若手中心の野球を継承しつつドラフト2位で入団の古田敦也を正捕手に起用し、それまでの正捕手だった畑真嗣や控え捕手の飯田哲也を外野にコンバートして、 シーズンに臨んだ。しかし、前年優勝の巨人との開幕戦で、開幕投手の内藤直行が、篠塚和則に疑惑の本塁打を打たれて、チームもサヨナラ負けすると、開幕2戦目は、リリーフ投手の北正雄にサヨナラ本塁打を打たれるなど、最悪のスタート。チームも5月には、B クラスに定着し、野村監督でも、ヤクルトの再建は、無理の声が、 世間から出始めた。6月以降は立ち直る者の首位独走の巨人の背中は遠く、9月8日には若きエースの川崎健次郎が吉村貞田賞に優勝決定さよなら本塁打を浴び、7勝19敗と大きく負け越すなど終始巨人を苦手にし続けた。最終的には、首位の巨人から30ゲーム、2位広島にも8ゲーム、 話され野村監督の1年目は5位で終わった。シーズン終了後、栗山秀樹が29歳の若さで現役を引退した。ありがとうございます。